皆さん、こんにちは。今日は前回のオールアバウトクラシックフラップシリーズ第2弾、クラシックフラップのバリエーションについてお話ししていきたいと思います。クラシックフラップはいろいろなカラー、素材、金具、形違いがあるので、今日はそれぞれをご紹介していきたいなと思います。それでは動画スタートです。まずはカラーバリエーションから。クラシックフラップはベーシックカラーの他に毎年シーズナルカラーを出しています。今日はヴィンテージクーにある色味を持ってきました。黒、ベージュ、ピンク、ホワイト、赤、イエロー、パープル。こんなにたくさんの色味があるんですけど、これはシャネルが出している全カラーの1%にも満たないんですよ。過去すべてのコレクションを遡ると、本当に数えきれない数のカラーバリエーションがあります。次は素材について。シャネルは主にキャビアスキンとラムスキン、あとはカーフスキンから作られていることが多いです。この3つが一番人気になります。キャビアスキンは牛の皮から作られた素材のレザーで、表面がつぶつぶしていてキャビアみたいだからキャビアスキンと呼ばれています。で、表面が硬くて丈夫なので水にも強くて傷つきにくいです。で、ラムスキンは生後1年未満の羊の皮でできていて、とても滑らかな質感を持つ素材になってます。そのため非常にデリケートで傷つきやすく、水にも弱いのが難点なんですけど、その分肌触りはきめ細やかく柔らかい肌触りが特徴です。で、光沢があり、キャビアスキンと比べて柔らかい印象も出してくれるので、よりエレガントな雰囲気を演出してくれます。他にもコットン、ツイード、デニム、ナイロン、サテン、ベロア、スウェード、パテント、 PVC、 麻、エキゾチックレザーなどもあります。次は金具。金具の色はほとんどのヴィンテージバッグがゴールドとシルバーになってます。でも他にもガンメタル、ローズゴールド、マット金具、プラスチック、ラインストーンなど、いろんな素材が金具として採用されてます。クラシックラップは一番有名なダイヤモンド型のキルティングの他にも、 V ステッチになってるシェブロン、縦ステッチになってるマドモアゼルステッチがあります。今日紹介した金具、素材、形、いろいろな組み合わせのクラシックラップが世の中に出回ってるんですけど、全部で何パターンあるかは正直数えられません。今日はここまで。来週はヴィンテージクースタッフが厳選したクラシックラップに合うコーディネートをスタイリングティップとともにお届けしていきます。では、バイバーイ。